皆さん、こんばんは、マーティン、ダーナムーイキングタクです。実は、大相撲、私も詳しいです。はい。大相撲、歴代の横綱も、初代から全部知ってます。はい。一応、調べ、ゴーグーで、あ、間違えた、グーグーで調べた結果ね。まず、初代。え、こう。赤し、し賀之助さん。はい。栃木県出身の方で、優勝は不明です。数。第2代横綱。綾川五郎次これも栃木出身で、わかりません。はい。 三代目は、丸山玄太、左衛門さん。宮城県出身で、声も不明です。はい。四代目は、谷風梶之のさん。同じ宮城県出身で、二十、一場所務めて、二十一回の優勝し、十一場所務めてますね。はい。横綱として。次、小野川義三郎さん、滋賀県出身で、優勝回数7回。 今5代目、6代目、大野松緑之助さん、石川県出身で5代目、五回優勝。そして、稲妻醍醐楼、茨城県出身で10回の優勝。はい。次、太もびと書いて、白縫い上門栃木県出身で1回優勝。はい。えー、秀の山雷五楼、宮城県出身で6回優勝。 雲に竜で、雲龍久吉さん。えー、福岡県出身で7回優勝。次も、白縫い、三つ植え熊本県出身で3回優勝。そして、島屋県出身の方、神幕久五郎、5回の優勝。はい、えー、っと、木面山谷五郎、岐阜県出身で7回の優勝。次、境川波植えも 千葉県出身で5回優勝。はい。初代ですが、梅ヶ谷藤太郎さん。福岡県出身で9回優勝3場所という短い横綱生活でしたね。はい。えー、同じく初代でございますが、西の海義次郎さん。鹿児島県出身で2回優勝。はい。初代、小西木式八十匹さんも長いこと務めたんですね。 千葉県出身で7度の優勝。あとは、大津万上門。宮城県出身で2回優勝。そして、日立山谷江門。宮城、岩屋県出身で7度の優勝。ええー、二代目の、えー、梅ヶに藤田道さん富。富山県出身で3度の優勝。あとは、若島権次郎。 千葉県出身で4度の優勝。そして、立山美玲門。石川県で、現在富山県出身の方で11回の優勝。大木戸森上門。兵庫県出身で10度の優勝。はい。大鳥谷五郎さん。千葉県出身で2度の優勝。あとは、まあ、西の海吉次郎さん。鹿児島県出身で1度優勝。 あとは、大西木、一郎、えー、大阪府出身、関西で優勝、ようやく出て大阪で、はい、5回優勝。あとは、栃木山、守屋、修也だから、はい、栃木県出身で9回優勝。はい。あとは、大西木、大五郎さん、愛知県出身で6回優勝。そして、岩手県優勝したのは、宮城山、福松、6回優勝ですね。はい。 他にも三代目西の海吉次郎、鹿児島県出身で1回優勝。そして、ちょっと長くて言えない、申し訳ないですが、前半常の山寛一、岡山県出身で10回の優勝です。というわけで、まず、あまり長く言うと時間かかるので、まず分けてお送りします。まず、明治大正昭和初期からの歴代小綱でした。それじゃあさようなら、バイバイ。